はい解説ちょっとします。三洋邪ては、まあ、ロープという意味なんですね。用語として結ばれているという機能を意味します。うん、サンヨジェナンっというのはこのロープを持ってやる仕事ですね。 <laughs> まあロープには別な単語ありますからね。この経典ではゲンニー・理 B 出身イが式相公民宿法につながっていることを説明します。だからしかたがない原理 B 出身色式相公民宿法はまあ関係あるんだけどそこで分のする必要はないんですね。 産業者の作る必要はないということなんですね。ですから、産業者なんていうのは心の認識過程の問題です。目で物を見るとき、えっ、ー、と、何式でったっけ岩式<識>うん原式。原 いわゆる視覚が生まれるとき、その過程の中でちょっとした問題が起こるんですね。愛着が生まれるんです。目を開けて視覚をそぐったからでどうしたことはないんですただ。ただの機械的な反応です。それで愛着が割り込むと、ですから産業ゃなんていうのはこの認識過程で。うん の起こる問題なんですね。国 <laughs> の経典から計算すると6つの束縛がありますね。ゲニービシシン対するチャンドラーが生まれるんだから6種類のチャンドラーがあるということになるんですね。<laughs> で、実践されていたこの6つに寄与してくれるんですね。だからこれはこの 実践的な話で別にあのお坊さんたちの学祖学,学問学問学りのための、えー、経典でもないで実際具体的にこの原理 B 出身のところで色相光明色を触れる時について気をつけてくださいとチャンダラがグ生まれる方法をしっかりチェックしてくださいと。 そうするとチャンダラが生まれないようにすることができるんですね。それには知恵が一緒なんですね。はい。次のスライドに行きます。フィンネ天章を参考にして語る場合は、十種類の三様じゃなを説かれています。だから、今ここで修行する私にとっては、現任美出身イ、いで、 産業じジェが生まれるんだから、具体的に。そこは私の問題なんで。フ廻転ネテンかョ全然知らない、そんなのは。だから修行する誰でもフ廻転ネテンシあることはう、まあブッダの話聞いてるだけでしょ。自分では知らないでしょ。うね正直なところ。だから修行する人は、この聞いた話には乗らないんです。実際自分の産業ヨジェネをチェックするんです。 だから修行する人実践する人は現に B 出身 E に触れる色相覚も息子が触れると生まれるチャンデラーゲについてチェックしてした理由をするんですね。しかし仏性として輪廻の話も出てくるんですね。その場合は産業じゃないは十種類あるんだと。 とかれているんですね。ジュルかエチライかの悟りまで五分、たすごかぶんけつパンチェオーランバーギにニ、サンヨージェナー、サンヨージェナーパンチェオーランバーギーにサンヨージェナーニ。十ありますけど、一つは 過分欠と分けているんです。それは、夜か一来か、不現化の段階で、この五、五つの三業ジェナが消えちゃうんです。荒か、はい、に達すると、なくなる五つの束縛は、五、ン分ツパ,パンチュ、パンチュ、パンチュ、ウッダンバーギアに三業ジェナにと、 なけてあるんですだから三葉ジェナは十種類なんですね。うん、ではちょこっと説明しましょう。五花分結。パンチャオーランバーギアに三葉ジェナに。カタマーニパンチャオーランバーギアに三葉ジェナに。 これは別な経典なんですね。で、何ですかとこの五つの,あの五家分欠は何でしょうかと。サッカーで言っィウチギチャシイラプタパラマーサカーマッチャンダベアパードベアパード今にアパードヴパーーーンチャオランバーギアにサンヨジェナーにトウザカザ おっしゃるんですね。リストアップしているんですね。ちょっと字の間違いありまして今直ります、今直しました。<laughs> 3番目は戒言書、4番目は愛欲。<laughs> 愛欲で言っても大体ご欲ですね。<laughs> 5番目は真偽。<laughs> 説明しますか、ね、一来あの、夜かになると、一、二、三は、混節します。これ、一来かには、間違った、夜かには、無神経はないんです。無神経とは、物事は表面的に変化しても、変化しない。 一貫した何か存在があるんだという考えなんです。何か変化しないものがあるんだと。この生物学者が間違ってこの遺伝子は変化しないと言って,言ってる場合がありますけどね。ですから、 戦争代々遺伝子は変わらないんだよと。あれは全く真っ赤な嘘で、明確に変わるんです。だから、親2人でしょうに、ね、2人の遺伝そのままコピーしてちゃうと、ダブル遺伝子になるでしょうね、子供には。 だから親から半分と、親から半分するしてはもらってないでしょうね。だからそこを遺伝子って親の遺伝子は違うでしょうね。それから遺伝子は、あの、どん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 変わって変わっていくんです。 だからこの遺伝子にはものすごいカラクリやるんですからね遺伝子は派手に変わっちゃうと困るしあるパターンであの形式的なパターンも保たなくちゃいけないし例えば遺伝子は勝手に変わっちゃってねそうする私たちに翼が出たり尾っぽが出たりね砂が出たりすると困るでしょ。 それも遺伝子ですけどね、もともとそんな遺伝子あったんだけどね、そういうのは機能しないように、まあ、一トップになってるんですね。うん、だから遺伝子が変わっても、それなりの、まあ、パターンがありますよ。しかし変わるんですね。うん、そこで、どう見ても、特に自分に対して、 自分が赤ちゃんとは今違うんだよと、小学生の時とは自分は違うんだよと、知ってはいるんだけど、何かしら変わらない自分があると思っているんですね。それは単純な無知で、妄想で、自分の都合でそう思っちゃうだけで。しかし、 ヨルかっていうのは超越した哲学者なんです。だから全く違いますよと。変わらないものをずっと裏でサブ,サブストリームで流れるわけじゃないんだと。A が B に変わるんだよと。 A にある何か B に隠れているわけじゃないんだよと。A は A で B は B で、直と直属は全部違いますよと。で、その考えは、このルージューなどなどあまり気に入らなかったんですから、あの、交渉という手学を作ってしまったんですね。やっぱり永久的に変わらないものがやっぱり必要やということで、それには承認たと言いましょうと。 だから仏教だから魂と言っちゃうと困りますからねその代わりに空束と言っちゃったんだけどそんなにまあ必勝じゃないんですね本当はだからまあ悟ってないんで悟ったらそんなことは言わないんですねうん だから、親権がなくなるということは、すごい、理性のトップなんです。二番目は、義ですね。義なくなるのは、同じこと。これだから、これが生まれる。例えば、種があったら、芽が現れる。種は A で、芽は B で、似てないんだよ。 しかし、こういう原因があって、種にこういうこういう原因が吸いちゃうと、芽が現れるで。よく見ると、種があるだけでは芽が出なさるんでしょう種が土に植えなくてはいけない。水をあげなくちゃいけない。適切な温度が必要なんですね。 太陽の光が、種には太陽の光が一緒じゃないんだけど、なんか光を何で、何かしら感じなきゃあかんですね。そこであの目が現れる細胞が、ちょっとイライラして分解するんです。では、出た目には、なんか太陽の破片見えますかね あここら辺は太陽の熱だよと。あここら辺あるのは私がこの間入れた水の水分だよと。分かるないんです。これで種と芽はまるっきり違うものでしょうみんな食べてるでしょあれ何て言ったっけあのあの豆芽が出たやつは。 もやしとかねあれダイスの豆でしたっけもやし作る場合はだからダイスはダイスでもやしはもやしでしょう A は A で B は B でしかし A があるからあったから B があるんです B が現れると A がもうとっくにないんです。あもやしで困ります。すぐわかる悪、悪くなりますから。じゃあ、一旦あのもや、あの、なんて言いますか、台スに戻しましょう。できるできるわけないんです。台スだったら1年ぐらいは保管できますよと。もやしは冷蔵庫に入れても2日だよと。 だから A は B になったら、あ間違った、うん。再び A にしましょうと、絶対ありえないんですね。それが知ってる人には義がないんです。何に過ぎても、世界は神様がすぐちゃうんではないか。まあ、もしかすると、ないんです。 こんな馬鹿がいるわけないとはっきり言うんです例えば世界は神がすぐったとしたってもこれってダイスとモヤシの関係だからか関係ないんですだからモヤシがあのダイス様をありがとうごさいますなんの意味ないでしょうね だから神が人間そこを立ちたっても人間が神を拝むことに意味がないでしょうねと。うん、それで死後すべて終わりやと言ってる人々いるでしょ断しそろんで。人が死んじゃったら痛い燃やすだけでしょうって。残るのはいだけやと。偉そうによく知ったかぶりをして。 喋ったるでしょでも、そういう義はないんです。いつでも A から B から生まれる、B から C から生まれると。縁がをそこで言ってるんです。だから断面するにも陥らないんですあ。あらゆる宗教にはもう入らないのよルカは。 ゆるくは仏教ではもう本物の仏教遠野と言ってるんです。この本物の仏教とは宗教はないんです。だから、右心剣義と三番目戒厳書。それは生き方。世の中はもう迷信だらけで断食すれば悟る、お湯を飲めば悟る、えっと、何て言いますか、この、 玄米ご飯と大根葉っぱだけ食べればとるといや、あるわ、あるわ、あるわ。修行中はおかゆと、えっと、たくあん2枚で、朝ごはんすまなくちゃいかんがとね、茶碗んひとすでとかね、そういろんな儀式式だりありますよ、世の中で。 あらゆる宗教の中でいろんな式たりそれから文化的にもねお盆の祭りがある神社の祭りがあるわ今回はこの,あの西原の神社の祭りできなくちゃって何かおもちゃのおみこしをそこでどこかにどけンと置いておいてあのみんな何人か待っていたんですけどねでないとあの結構おみこし持っていくんですよ派手に大騒ぎしてね。 誰かが寂しくてあの聞いたわに耳に入りましたけど今度は思い越し稼ぎませんかと「い,いえ今度はコロナだから稼ぎませんこれだけや」と「あそうですか」とねはいまあそういうふうにいろんなしきたり召喚がいっぱい世の中でありましてこう夜かになった人にとっては全然そういうの興味ないんですね。 いわゆる興味ないではなくてその何か特別な意味がないと分かっているんです。そこで夜化なんですね。一来化になるとこの「愛欲と真偽」が弱くなるんです。 夜化と一般人の差はあまり分からないんで、夜化はものすごい頭が切れる、すっごいもう賢い人間に見えるだけで、あの性格的にそんなに差が分からないんですね。しかし、一来化になると、欲と怒りがほぼ機能しない程度に弱くなっているんですね。 これで一来化になったら欲と怒りがあ不現化になったら欲と怒りですね、混スします。この場合欲っていうのは語欲なんです。原理微失心で楽しみたいという欲なんですね。 だから、産業所のは原に B 接身 E にしたでしょここの説明では原に B 接身5でストップしているんです、5欲不現化になると、5つの束縛がきれいさっぱりなくなっているんです。 二度と生まれません。はい、それでもう一つ分かれて分けてみると、すごい理性のある人になるんですね。完全な理性がある人。それから、性格がしっかりしている。分かっているんだけど、やめられないような性格はないんです。 性格もしっかりしているんです、不正もしっかりしているで、だからそこはすごい一般人が、なんかすごい強い人やと勘違いはするんです。だからなんか社会から隠れて落ち込んで、なんかじめに、私はもしかすると夜間になっているんだよと思う可能性もありますよじゃないんです。かなりなんかしっかりした人間になるんです。 要するに普通の社会では、あの、ナチュラルリーダーになっているんです。ナチュラル先輩になっているんです。わざわざ戦って先輩になっているわけじゃないんです。<スープ>で、よるか、一来か、不現かっていうのは、だいたいナチュラルリーダーたちなんですね。しかし、リーダーでもない、コンペスに、落ちすいている。 では人々にはちゃんとこうしなさい、あ,あしなさいとは言える。言われたら誰もその通りにやる。だってこの人知ってるんだから。この人の性格には曖昧がないんだからね。だいたい曖昧中途半端一切なくなって、しっかりした人間になる。だからある程度で知恵が現れて、この知恵は我々にとって、即時にとっては不正と通して、 完成した理性として見える。性格も丸めているんですね。はい、それは過分結すですね。はい、次に行きます。五条分結束。パンチャ、パンチャ、ウッダンナバーギアに、産業じゃなーに。<laughs> カタマーに、パンチャ、ウッダンナバーギアに、産業じゃなーに。 ルーパラーゴはルーパラーゴマのーーウッダちゃんアビじゃ。でここら辺で私も説明すると思ったってもちょっと、うんー、ようわからない。私たちも個人的な解説解説解解釈方法もあるし、アビダルン的な解釈法もあるし、いろいろ。ロッ <laughs> あの、四季愛。じゃあ、まずは、あの、終着症と阿弥陀馬の説明でいきます。四季愛とは、梵天なら別に悪くないと。だから、梵天に生まれたら、この、宇宙の時間、次元、時間で、 高慢単位で長くいられます。だから梵天のいる神々には、まあ、宇宙が現れて消えて現れて消えているのを何回も何回も見ることはできるんです。何万回でも。我々にとっては想像できるんでしょう しかし、なんでそうできるのかというと、この、ずっと禅上でいるんですね。だから、心はガチャガチャガチャ波立つこともなくし、ないし、心のベースになる体があるんですね。しかし、体を支える必要はないんです。体のメンテナンスは全くいらないんです。 で何かしらの物質がねあってそちらに心が入ってそこで自分が人間でいた時の生えた全情のその状態でずっといるんですね。だからこの四季界という風なルーパ・ブラックマ・ローカというんですね。 死きってこの場合は物質っていう意味になるんですね。あ、うん、るんですがまあ著者晶はこの梵天だと思ってるんですね。だから梵天なら生まれたってもまあしょうがないやっていう気持ちもなくなるんです。無色愛っていうのはもっと優れたところ。要するに 体も持たない。心には薄はいらない。そうすると気が遠くなるほどの長い時間、その戦場でいられるんです。だから何の苦しみも感じません。 と戦場の心が続くだけでだから帰る冬も何もないんだからもう気が遠くなるほどの宇宙時間でるんですしかし仏教ではそれでもこの戦場に入ったこのスピードもやっぱり心のスピードもある程度で まあ無数光年かもしれませんだけど流れて流れてやっぱり弱くなりますよと弱くなった途端心には物質が必要になるんです器が必要になるんですだからその無識科の梵天に生まれる気持ちも消えるんだと 八番目は、満ですね。満っていうのは、この、私、私がいるという、この、自我意識の自覚。で、あの、自我がないとも、よるかも知ってますからね。なんとなく自我がなくても自覚があるんですね。自覚がある限り、満が働くんですね。 漫画が消えるんですね。漫画が消えたということを完全に無我に達したということになるんです。9番目は情報。情報っていうのはこの、ま、うん、あ、心は不安定になることですね。まあ、これもないんですね。心不安定になるのはいろいろ対象触れて認識しちゃうと心不安定になる可能性ありますね。それもなくなる。10番目の 束縛は木妙、阿弥邪ですね。これはアラカンがその5つをなくすんだそうです。不原ては荒漢になりますから、不原化はこの即世、翌世界には戻れないんですね。不原化の方々は誰だって凡天に生まれるんです。 サマーディメイス悪かないか別にそれに関係ないんです。不原家は梵天に生まれるんです。うん、それで不原家の方々はもう二度と地獄には落ちないし、ガ学学ウなどには絶対いけないし、落ちないし、 人間界にも戻れないし天界にもまあいけない戻れないと知ってるんですね。もう嫌になっちゃって煩悩なくなっちゃって梵天に生まれて戻れなくそこで悟りに達するんですね。だから普遍家の方々は今も梵天にはいるんですね。 そこであの梵天とはまあ別にいいんじゃないかという気持ちも足さなくちゃいけないんですそれも無常でしょうとね。 なんでそれぐらい和かな愛着を結んのかと。いって徹底的にあの無情、無がどちらかに徹底的に悟っちゃうんですね。そうすると知恵が完成したということになるんです。知恵が完成したことは無明がなくなったということなんです。だから無明は荒川になるまでこそこそと。 弱くなりながら追ってくるんです。で、まんも同じ、満んていのは自害識から出てくる気持ちですね。とにかく、あの、荒川の修行の場合は別に性格直そうとかね、不原化の直性格は何もないんだからね。 知恵を完成するだけなんですね。だからこの四つの悟りは知恵のレベルとして考えることも可能ですね。ジョルカは理性のある人、一来か不言かはさらに知恵があって性格も優れていると。知恵もあって性格も優れている。 夜かはそんなに性,性格的にはちょっとあのまああまり <laughs> どうかなというところもあるかもしれませんしかし地雷か不現かは性格的にも問題ない方々なんですアラカンカは知恵も性格も完成しているんですね本当にアラカンカには性格がないんです性格 性格っていうのは存在が一種でしょ。そこも破りますから、もう、まあ、知恵も全部飛ばしちゃって、まあ荒かんというね、涅槃という境地になっちゃうんですね。はい、それはあの三要じゃない十種類の三要なの説明でございます。はい、これで今日のお話は。 少量になります。